年おられたんですが、あの満州に帰ったんですね。奉天に帰ったんです。その時に大阪の神なんですが、お父さんがですね、パナマをかぶって、そのお前とか行くぞと言って、はすりを着てですね、そして柳通りを担いで奉天の駅へ降りたんだそうで、その時に森重は、まあ、久しぶりに落ちてきたかということで、それで出ようとしたんですね。駅の駅頭の駅舎の出たすぐそこにですね、下駄を脱いで、お父さんは包丁を取って、そこへ下駄に座ったそうです。そしてね、手をついて、閉じて、頭をつけて、大きな声で吠えたんですね。日本からたくさんのものが来て、お世話になっております。それで、やめたかった。うちの息子も来て、お世話になった。言ってね、本気で言ったそうです。今あの姿を見ようとしたら、まあですね、老方が飛行機のトラックが降りたときに、布しでなさる、あれは大臣に説法しそうですね。そうじゃなくて、そんなことは知らない、今週のお父さんがですね、法廷、前半の通りの満州、法廷の駅頭で、日本の多くの人が来てお世話になっておりますと、大臣に起立した。息子も世話になった。そういうふうに起立した。そりゃ相当なもんだと思いますね。皆さんいかがでしょうか。中国にお住まいになって、この大地にね、今住んでいるんですね。この大地で頭をつけて、お世話になっておりますと、あなたがおっしゃったこともないでしょうし、またあなたの代わりにそんなことをした人もないに違いない。私どもは大地の上に生きております。そして、多くの死の人と、多くの人々のおかげさまによって、仏様のお恵みを語るのは非常に難しいですが、しかし今ここに住んでおると、そして私が多くの自然や生き物や人々のおかげさまで生きておる、もちろん亡くなった人も